ルネサンス建築は一義的にイタリアのフィレンツェで1420年代に始まり17世紀初頭まで続いた建築様式を指す古典古代を理想とするルネサンスの建築における表現といえる人体ピレート音楽調和を宇宙の基本原理としローマ建築の構成を古典主義建築として理論付けた ルネサンス建築に始まる古典主義建築の経譜は、後のバロック建築、新古典主義建築を通じて継承され、西欧建築の主流であったが、19世紀の歴史主義において相対化し、やがて解体した。ルネサンス建築は、本質的な意味では15から16世紀のイタリアの一部の都市にも未成立したと言えるが、フランス、イギリス、ドイツなど、 西欧諸国の建築活動にも影響を与えた。当初これらの国々では、主にルネサンス建築の表層的な意象が導入されたため、各国独自の思考が現れており、それぞれ特徴を持った建築になっている。サンピエトロイン、モントリオ教会のテンピエットルネサンス建築のカイロールネサンスは、イタリアのフィレンツェに始まる文化的現象であり、西洋の歴史において、 最も交際を放つ時代の一つとして挙げられる。14世紀半ばから15世紀初頭のフィレンツェは、周辺都市との戦争とペストの流行に悩まされており、市民社会の構成は複雑かつ流動的であったが、戦争により、周辺都市を併合し、メディチ、ルチェッライ、ストロッチ、ピッティ、アルビッチといった都市貴族が毛織物の加工や交易、金融業を主導することで、 ヨーロッパの五大都市に数えられるまでに発展していた。15世紀、ブル、ヘントなどのフランドルの諸都市や、ロンドンなどもフィレンツェに極めて似た、社会構造を有していたが、これらの都市が、ゴシック建築の伝統を維持し続けたのに対し、フィレンツェでは、ルネサンスという新しい芸術活動を創出した。フィレンツェがルネサンスを生んだ理由はいくつか挙げられるが、 建築に関わるものとして、サンタマリア・デル・フィオーレ大聖堂や、サンタマリア・ノ・ベッラ聖堂、サンタ、クローチェ聖堂に見られるような現実的かつ明快な、トスカーナ固有の美意識、才能のある人間への称賛、古代ローマの芸術、文学の遺産が数多く残っていたことなどを挙げることができる。やがて、ルネサンス建築は、トスカーナからミラーノ、ローマに伝播し、 建築家ブラマンテによって完成の域に達するが、イタリアにおけるルネサンス建築の絶頂期は必ずしも長くはなく、イタリア戦争や宗教改革、ローマ教皇の権威失墜といった動乱の時期を迎えた16世紀には、いわゆるマニエリスムと呼ばれる局面を迎える。建築において、どの程度までマニエリスムを当てはめることができるのか、という点については、 時代においても地域においても、そして建築家の分類においても議論がある状況だが、少なくとも、ジュリオ・ロマーノ、ミケランジェロ、そして彼の追従者の建築については、世キルネサンスからの逸脱が見られる。マニエリスムは、社会的な安定を失ったルネサンスの衰退、大敗と認識されることもあれば、この時代に進んだ古代研究と建築家の個性が、 結実した独創的な建築運動と説明されることもあり評価が分かれる。ルネサンスは忘れられていた古代を復興する文化運動であり建築の面ではそれまで主流であったゴシック建築の技法を否定し古代ローマの建築を再生したというのが一般的な見解である。これは概ね正しいがルネサンスの建築家たちは一般に思われているほど 古代ローマの建築を正確に写し取ったわけではない。むしろ、その建築活動は、ルネサンスの理想を投影した独創的な側面が強いが、ルネサンスの建築家は、古代の人々が考案した、建築のあるべき姿を復興したと考えていた。ルネサンス建築の特徴としては、建築家たちが人体の比例と音楽の調和を建築に組み合わせる、ことが、 美の具現と信じ、設計において簡単な整数比を用いたこと、建築の平面として集中形式を好んだこと、投資図法を空間表現の手段として用いたことなどが指摘される。こうした建築理論が書物によって広く普及したことも大きな特色である。従来の建築は職人の技とのみ考えられていたが、 数学的に根拠づけられ体系化されることで、幾何学、音楽、天文学と並ぶ学問と認められるようになったので、ある。サントスピリト教会内部空間ナポリ王国との戦争が終結した1414 14年から、ミラーノ公国との戦争が始まる1424年までの、フィレンツェは、後に黄金時代と改装されるほどの経済的繁栄を謳歌した時期であり、 初期ルネサンスの芸術活動において最も活動的な時代であった。この時期に活躍したのがルネサンス最初の建築家として名を挙げられるフィリッポブルネレスキである。ただし、彼のいくつかの衣装的な着想は11世紀から12世紀にかけて建設されたトスカーナ地方固有のロマネスク建築及び15世紀を通じて影響力を保ち続けた。 国際ゴシック様式にある。彼が最初に設計したステゴ保育院のポーティコに見られる細いアーチを連続させるファサードは、フィレンツェのサンミニアートアルモンテ聖堂サンジョバンニセンレイド、サンマッテオセリョイ院などに用いられているモティーフであり、また、サンロレンツォ聖堂の略定時型平面や、サントスピリト聖堂にも見られる、副中等などのデザインも、ロマネスク建築。 あるいはビザンティン建築に見られるものである。それにもかかわらず、彼がルネサンス最初の建築家とされているのは、それまでの建築が異粛たちの伝統と経験、想像力を頼りに行われていたのに対し、ブルネルレスキのそれは、ローマの古代建築の研究に始まり、内部空間を数学的比例の組み合わせで構築した、か、実際の思考における諸問題について、 工学的な助言や発明を行うなど、自由学芸的なアプローチを取ったことにある。ステゴ保育院は単純な整数比のグリッドをもとに、計画され、サンロレンツォ制度、サンとスピーリト制度においても、内部空間は、振動の高さ、幅、速浪の高さ、幅などの比例関係が、平面だけではなく、細部のデザインにも繰り返されており、基準となるモデュールが、 建物の細部の遺症にまで割り当てられるというルネサンス建築特有の性的な秩序によって構成されている。その名声を世に知らしめたサンタマリー・アデルフィオ・レ大聖堂のドームの設計では仮枠を 地上から構築するのではなく、ドームに直接足場を設けることで仮枠を必要としない二重ドーム構造を提唱したほか、ドーム建設の過程で生じた問題に対して、ウィンチ、クレーンなどの様々な機械や特殊船舶などを考案した。このような実績は、少なくとも、建築を伝統的職人芸とする、それまでの概念では捉えられないものであり、 後に建築を自由学芸とする考え方の礎となった。彼のこうした建築理念はルネサンス最初の完全な右心型教会堂サンタ、マリアデリアンジェリ修道院の礼拝堂に現れている。この修道院は人文主義運動の中心的役割を担ったところで平面計画も委員長であるアンブロージョ・トラベルサリの発案によるものと考えられている。 また、その建築は1437年にルッカとの戦争による資金凍結で工事が中断したため未完となっているが、八角形の集中式平面や厚い壁をえぐるように設けられた壁岩などは、初期キリスト教建築の集中式聖堂のみでなく、古代ローマ時代の建築物を想起させるものであり、アントーニオダサンガロや、 レオナルド・ダ・ヴィンチ、ドナート・ブラマンテといった後代のルネサンス建築家たちがスケッチを残し、また模倣した建築物であった。1424年にミラーノ公国との戦争が勃発すると、すでに後退し始めていたフィレンツェ経済は打撃を受け、さらに1429年に始まるルッカ、征服戦争が惨憺たる失敗に終わったことで、フィレンツェは、 財政危機に加えて深刻な政治的混乱を招くことになった。この政治動乱は1434年にコジモデ・メディチが追放先から帰還しフィレンツェに新たな政治体制を確立するまで続きその間都市の建築物に費やされる公的資金は凍結または大幅に削減された。建築活動が再び活発になるのは 1440年代になってからである。リミニの天ンをマラテスティアーナ・マントバのサンタンドレア、聖堂内部、ウィトルウィウスの著作から、古典主義建築に必須の要素であるオーダーの比例理論を抽出し、これに初めて論理的な説明を加えたのは、レオン・バッティスタ・アルベルティである。彼は、あらゆる芸術と文学の教養を収めた人物であるが、それまで、 彼のような学者が建築に対して何らかの意味を見出そうとすることは稀であった。しかし、アルベルティは1443年頃から、ウィトルウィウスの建築についてに注目し、これに習って建築論をまとめ、建築の本質が哲学、数学、考古学にあるとして、その重要性を提示した。彼が特に注目したのは、人体比例と建築比例を、 同一のものとする文章で、あらゆる比例関係の基本が人体の形にあるという概念は、ルネサンス建築の根本原理となった。建築論は1452年までには一応、完成したが、アルベルティは死に至るまで手を入れており、印刷されるのはようやく1485年になってからである。アルベルティは、著作だけでなく、建築の設計をも行い、 三次元的に自身の理論を証明した。パッツォルチェッダイは正面にローマのコロッセオの構成を用い、不柱によって鈍重な壁面を分折しているが、これはオーダーを全面的に使用した最初の試みである。同時期にリミニのサントフランチェスコ聖堂を天日をマラテスティアーナに改装する設計では、正面に ローマのコンスタンティヌス・記念門とリミニのアウグストゥス、記念門の構成を組み合わせ、古典主義による、教会道正面の計画に道を開いた。しかし、アルベルティは、盲目的に、ローマ建築を模倣したわけではなく、このような構成を用いて、全体の調和を一致させることに、美の本質があると考えた。彼の最後の作品となったサンタンドレア聖堂は、 1470年頃に設計された最も影響力の大きな作品である。伝統的なラテン十字型平面を持つ、この聖堂は、堂々としたトンネルボールとを持つ新郎を建造するために、ブルネレスキが設計したバシリカ形式を採用しておらず、このため内部はより一層古典的な形態になった。正面は、テンピオ・マラテスティアーナと同じく、 ローマの外旋門をモチーフにしているが、その比例と構成は、内部の振動を囲む壁面にも繰り返されており、建築全体を一定の調和によって統一している。ウルビーノのパラッツォ・ドゥ・カーレ・ナカニワ・サンタ、マリア・デレ・カルチェッリ・セイドブルネレスキの設計は、ミケロッツォ・ディ・バルトロメオに継承されており、パラッツォ・メディチ・リッカルディの中庭には、 ステゴホイクインのファサードの影響が見られる。アルベルティの実作は直接模倣されたものがわずかだった。ため、その影響をたどるのは難しいが、彼の人間性と建築論は絶大な影響を与えることになった。教皇ピウス2世は、アベルティの影響を受け、アルベルティの助手であるベルナルドロッセリーノを雇い、ピエンツァのパラッツォ・ピッコロミーニの建設において、自身も、 建築の設計に参画した。全体としては、どちらかというと、ゴシック的関心の強い、曖昧な古典主義だが、パラッツォピッコロ・ミーニ正面における、アルベルティの影響は歴然である。ウルビーノで、フェデリーコ・ダ・モンテ・フェルトロが、ピエロ・デラ・フランチェスカ、ルチアーノ・ラウラーナ、そしてフランチェスコ・ディ・ジョル・ジョ・マルティーニに設計させた、パラッツォデュ・カーレは、建設に際して、 アルベルティの助言もあったと思われる。特に宮殿の中庭は、初期ルネサンスの最も素晴らしい中庭とされる。彼の影響は、ローマにも及び、ジャコモダ・ピエトラ・サンタやメオデル・カプリーノ・ダ・セッティニャーノ・ラの設計した、教会堂にそれは、現れているが、特に、パラッツォ・デッダ・カンチェレリアは、アルベルティの考えを理解し、拡張した、優れた建築である。 ブルネレスキとアルベルティの手法は、最終的に、ジュリアーノ・ダ・サンガロによって引き継がれた。彼は、初期から世紀に至る、ルネサンス建築の継承者であり、フィレンツェの他ローマでも設計活動を行った。ポッジョ・アカイアーノのヴィル・ラ・メディチやプラートの、サンタ・マリア・デレ・カルチェッリ聖堂のほかベネディット・ダ・マイアーのイルクロー・ナカと共にパラッツォ・ストロッツィを設計している。しかし、 その設計手法は15世紀末にはすでに保守的なものとみなされ、16世紀初頭にサンピエトロ大聖堂の再建が行われる際にはドナトブラマンテに遅れをとった。フィレンツェで開花したルネサンス建築が成熟するのは1450年頃から1499年までスフォルサケによって支配されたミラノ、そしてフランス軍によるミラノ占領の後、 ブラマンテが移り住んだローマにおいてである。1450年以降、スフォルサケがフィレンツェと同盟関係を結んだことによって、それまでゴシック様式の段階に止まっていた都市には、まず、ミケロッツォ・ディ・バルトロメオ、アントニオ・フィラレーテ、ジョバンニ・アントニオ・アマーデオラによって、ルネサンス建築が取り入れられた。当時のミラノにはまだ多くのローマ建築の遺構が、残っていたらしく、これらが、 ルネサンス建築の発展に果たした役割は大きいと考えられている。しかし、これらの遺物があるにもかかわらず、初期のルネサンス導入にあたっては、職人たちの間にかなりの抵抗があり、彼らが設計したポルティナーリ礼拝堂、オスペダーレ・マッジョーレ、コッレオーニ礼拝堂などは、かなりの修正が加えられ、結果的にルネサンスとは言えない建築に改変された。 レオナルドによる集中式協会のドローイングルネサンス建築の本格的な導入は1481年頃にドナト・ブラマンテとレオナルド・ダ・ヴィンチという二人の芸術家がこの町に滞在したことによって始まる。ブラマンテは1477年頃にサンタ・マリア・プレッソ・サ,ンサーティロ聖堂の建設で建築の仕事を始めており、レオナルドは スケッチなどから1480年代に建築に関心を持つようになったと考えられる。彼らは相互に影響を与え合い、1492年にはブラマンテの設計によるサンタマリアデルレ・レグラツエ聖堂頭部が寄稿され、その食堂ではレオナルドが正規ルネサンス最初の作品とされる最後の晩餐に着手した。レオナルドは 人体解剖を行う際に用いた技術的な素描を建築分野に応用し、長官図などを用いた実用的な設計製図を導入することに寄与した。彼の関心は数学的比例あるいは工学的部分であって美学的な要素や古代の遺構についてはほとんど興味を持たなかったようである。また彼はブルネレスキ・アルベルティの建築もあまり知ってはいなかった。 ようである。しかし、ブラマンテの初期の設計方法が遠近法的観点であったこと、そしてその後のブラマンテの建築を資料に入れると、レオナルドの機械的で思索的な概念は、ブラマンテの設計手法に大きな影響を与えたと考えられる。レオナルドの建築のスケッチには、ブラマンテのサンピエトロ大聖堂の平面を想起させるものもあり、 レオナルドがブラマンテを通して、ルネサンス建築に与えた影響は、大きいと言える。1499年、フランスに占領されたミラノからローマに避難した、ブラマンテは、教皇ユリウス2世に召し抱えられた。彼は、ローマからカンパーニアに渡って残る遺跡の実測を、精力的に行い、これらの遺構と自らの想像力を駆使して、聖ペテロの準境地に立つサンピエトロイン。 モントリオ聖堂のテンピエットを設計した。後世の多くの建築家は、このマルティリウムを古代ローマの偉大な建築と同等のものとみなした。彼は、テベレカ藩にあるウェスタ神殿を拠りどころとしたのであるが、その単純な模倣ではなく、英雄的な神の神殿に用いられた、ドーリア式オーダーを使って、首都聖ペテロにふさわしい古典的な形態を与えた。つまり、 ブラマンテは、ローマ建築を、その創造力によって拡張させ、ルネサンス建築が、古典建築の手法を完全に再生したと、信じさせるに足る美学を確立したのである。ブラマンテの壮大さは、インノケンティウス八世が建設した、ビラディベルベデーレとバティカーの宮殿を結ぶ宮殿の増築においても遺憾なく発揮された。ブラマンテはその中庭に、 パレストリーナのフォルトナプリミゲニア新域のモティーフを取り入れ壮大なファサードをデザインした。しかし、ブラマンテのデザインは後世の増築などによって今日ではほとんどわからなくなっている。邸宅についてはもう一つ主要な作品が伝えられる。1517年にラファエロ・サンティが購入した通称ラファエロの家ことパラッツォ・カプリーニである。 こちらも現存はしていないが、文献と図版から知られるその構成は、1階よるスティカとし、2階のピアノノービレをペディメント付きの開口部とオーダーで装飾したもので、以後の邸宅建築はほとんどすべてこのデザインを模倣、または下敷きにしていると言っても過言ではない。ブラマンテによるサンピエトロ大聖堂、ヨーヒジプランブラマンテが、ユリウス2世と共に、 サンピエトロ大聖堂の再建計画を練ったのは1505年頃から、死に至る1514年までの間である。奇跡は1506年に置かれはしたが、旧聖堂はすでに1000年以上の歴史を持ち、それ自体が新聖しされていたため、再建工程は困難を極め、また慎重に行われた。ブラマンテの計画案は、ウフィッツイ美術館に収蔵されている、いわゆる、 洋皮紙プランと呼ばれるもので、これは完全なギリシア十字平面であった可能性が高い。工事はブラマンテによって、ドームを支える4本の支柱の位置とこれにかけるアーチが決定され、実行されたが、洋皮紙プランの構造体では強度が全く足りなかった。さらにブラマンテの死去によって、建設は完全に混乱に陥り、ブラマンテの死後、 作業は20年以上もほとんど進展しなかった。ブラマンテの死後、サンピエトロ大聖堂の主任建築家となったのは、彼の理念を継承した、フラジオコンド、ラファエロ・サンティ、バルダッサー・レペルッツィ、アントニオ・ダ・サンガ・ロイル・ジョバネである。ラファエロは、ブラマンテの下で設計を行い、サンタ・マリア・デル・ポポロ聖堂やサンテリージョ・デリオレーフィチ、聖堂など、 ブラマンテのものとされるいくつかの建築について彼の名が結びつけられている。サンタマリアデルポポロ聖堂のキージュケレーハイ堂では純粋な形態の中に装飾の豊かさを見ることができ、正規ルネサンスに女性的な繊細さと優雅さを与えたラファエロの思考が現れている。サンガッロが設計し、 1518年に寄港した、モンテプルチアーノ近郊のマドンナディ・サンビアージョ聖堂は、さらにブラマンテの直接的な影響を見ることができる。ほとんど同じ平面構成でありながら、彼の兄ジュリアーノ・ダ・サンガルロの設計したプラートの、サンタマリア・デレ・カルチェッリ聖堂と比較すると、初期ルネサンスと、正期ルネサンスの違いは明確である。しかし、 彼らの誰も、ブラマンテの巨人的な壮大さについていくことができず、ミケランジェロが計画に参加するまで、工事は混迷し、全くはかどらなかった。1520年頃から1620年頃の、いわゆるマニエリスムと呼ばれる運動には明確な定義があるわけではないが、これは明らかに、正規ルネサンスとは異なる現象である。もともと、 マニエリスムとは16世紀中期の特に絵画芸術を指して半ば無別的に与えられた故障であった。調和ピレーを重視した、それまのでルネサンス建築の伝統にあって、マニエリスムは恋の不調和と対立、そして人識化情勢が特徴とされるが、マニエリスムと呼べる範囲については議論があり、必ずしも明確ではないので、一般的には様式として定義されていない。 建築においては、ジュリオ・ロマーノやミケランジェロ・ブオナローティ、そして彼らの追従者の建築は、マニエリスムと言えるだろうが、サンソビーノの建築は、マニエリスムとは呼べず、パラーディオは意識して、設計を行った時にのみマニエリストである。ここでは北イタリアの建築を、ブラマンテの理念を、直接的に継承しているという意味で、マニエリスム建築とは異なる現象として記述する。 マニエリスムパラッツォ、デルテの中庭側ファサードジュリオロマーノは、実質的に、ラファエロの後継者と言える人物で、彼の最後の建築であるパラッツォマダマの制作にも、携わった、熟練芸術家であった。彼もまた、ローマ建築を熱心に観察していたと思われるが、実際に設計された建物を見ると、ブラマンテとは全く違うアプローチで、ローマ建築を参考にていることがわかる。 ジュリオロマーノは1524年にマントバのゴンザー崖に召喚されパラッツォデルテの設計に携わった。正面ファサードと中庭側のファサード、そして庭園側のファサードはそれぞれ同一のリズムを刻みながら全く異なったモティーフでデザインされており基地に飛んでいる。また巨人の間は絵画と建築、彫刻を融合した劇場的なイリュージョンを 演出しており、ジュリオロマーノの芸術的な感性の高さを物語っている。こうしたは、ローマ建築をよく知る、教養人のみを意識したものであり、主題にひねりを加える原非と受けする要素は、ブラマンテのような主題を明快かつ面しく、表現する手法とは、正反対である。ジュリオロマーノとミケランジェロに交流はなかったが、複雑で、装飾的。 かつ奇抜な芸術作品は二人に共通する特筆である。ミケランジェロは、その卓越した才能で、それまで培われた比例やオーダーの規則といった、ルネサンスの伝統的形態から、自由な建築を創造した。ラウレンツィアーナ図書館全室ミケランジェロは、建築と彫刻を分離できない、全体要素として構想し、これを、サンロレンツォ制度の新生機室。 ロレンツォ図書館で試みた。両者ともに、ミケランジェロがローマに出立した1534年までに、完成せず、未完のまま残され、1550年代になって、ジョルジョ・バザーリとバルトロメオ・アンマナーティによって、完成されたものだが、彼らは、ミケランジェロの意図に、忠実な仕事を行った。端的に言うと、ミケランジェロは、アルベルティア・ブラマンテの古典主義とは、 決定的に異なり、比例やオーダーの規則に束縛されなかった。奇妙なオーダー、柱を支持する持ち送り、モーニッチなどの形態は、それまでのルネサンス建築で規範とされたことを無視するものである。また、ロレンツォ図書館では全室を小さな正方形としたが天井は高く設計したのに、対し図書館部分は長く広く設計して低い天井を取るなど、 空間そのものの効果をも演出した。ローマに召喚されたミケランジェロは、ユリウス二世の墓標と、最後の審判の作成に手を取られ、サンピエトロ大聖堂の設計に介入することは、なかった。彼がローマに着いた時、大聖堂の主任建築家は、アントニオダさんがロイル・ジョバネであった。アントニオは当時ローマを代表する、芸術家であり、彼の大聖堂のデザインは、 ブラマンテアンを忠実に再現しようとする試みが随所に見られるが、それに成功しているとは言えず、ミケランジェロはこれを牛の放牧場と揶揄した。アントニオの死後、右与曲折を経て、大聖堂の主任建築家の地位はミケランジェロに一任された。高齢のため、彼はそれを望まなかったようであるが、死に至るまで、その設計に勢力を傾け、工事の大部分を完成させた。 ミケランジェロはブラマンテの後継者によって大幅に改変されたプランを本来の集中形式に戻しそれまで行われていた工事の一部を破壊して規模を縮小することでドーム加工の構造的問題の解決と後期の大幅な短縮を促したドームに到達した時点でミケランジェロが死亡し工事はジャコモデラポルタとドメニコフォンターナ そしてビニョーラによって引き継がれた。サンピエトロ大聖堂に携わる一方で、ミケランジェロは、パラッツォ・ファルネーゼと、カンピドリオ広場、ディオクレアヌス浴場のサンタマリア・デリ・アンジェリ、聖堂階層の設計も行っている。ミケランジェロは、ルネサンスの規範を故意に無視し、様々な手法を組み合わせて独創的な空間を作り上げたが、その効果は彼自身の力量によるところが大きい。 ジョルジョ・バザーリは、ミケランジェロの衣装が非常に素晴らしいものであることを認めたが、同時に、それを、才能のない芸術家が真似ることを警戒した。しかし、ミケランジェロ自身の作風はあまりに個性的すぎ、また彼に追従することのできる芸術家がいなかったため、急速に廃れ、代わって、ジャコモ・バロッチ・ダ・ビニオラの作風が流行した。ローマ略奪の後、 16世紀半ばにようやく、ローマの建築活動は息を吹き返し、アントニオ・ダ・サンガロや、ジャコモ・デ・ラ・ポルタ、バルトロメオ・アンマナーティジョルジョ・バザーリといった、芸術家が活動を再開した。ミケランジェロがあまりにも偉大であるため、彼ら、とりわけビニョーラは、影の薄い存在になっているが、ビニョーラも、また、当時の建築活動の際最も大きな影響を与えた人物の一人である。 ビニョーラは、ローマ建築の素描を行うことから建築に携わるようになり、ミケランジェロとは違って、古典建築のモチーフを、いかなる建築にも当てはめることができるような、つまり、古典的要素の一般化を行うことから出発した。彼は、アンマナーティ、バザーリと共に、ビラジュリアの設計を行い、中庭の扱い方などに、ブラマンテのベルベデーレのモチーフを取り入れたが、 直線的な正面ファサードに対して、庭園側の正面は、えぐれたような曲線を取り入れて、両者を鋭く対象させている。ビテルボ近郊にあるビラファルネーゼは、元来は、本格的な城郭であったが、ビニョーラは、アントニオ・ダ・サンガッロとバルダッサー・アレペルッツの設計した五角形平面を、そのまま踏襲し、上部構造と円形の中庭部分の設計に、携わった。 中庭のデザインは、やはりブラマンテのベルベデーレのモチーフを使い、内部の螺旋階段などは洗練された精神を感じさせる。両者ともに、ブラマンテのデザインを取り入れているが、ブラマンテの大規模な建築と比べると、小ぶりではあるが優雅であると言える。デザインは、適度に抑制されており、ミケランジェロのそれに比べると、確かに模倣しやすかったであろう。彼が、 構成に与えた最も大きな影響は、オーダーの標準的なテキストとなった著作、5つのオーダーとイエズス会の本部があったジェズ協会のデザインである。ジェズ協会はアルベルティのサンタンドレア協会のプランとサンタマリアノベラ協会のファサードに由来するもので、その原案はミケランジェロの手による。 現在に見るファサードは、ジャコモデラ・ポルタにより修正を受け、内部装飾は17世紀後期と19世紀に改修されて、原案の通りではなが、平面は、ビニョーラの設計で、アルベルティのサンタンドレア聖堂と同じボールと天井を採用した、ラテン十字平面である。改修に対する説教に合わせた大きさに設計されており、イゴイエズス会の布教活動の発展とともに、 世界中で模倣された。北イタリアの高キルネサンス建築ローマで展開された、正規ルネサンスは、ローマ略奪などの中央イタリアの混乱により、ジェノバ、ミラノ、ベネツィアなど、政治的に安定した北、イタリアに継承された。特にベネツィアでは、マニエリスムの影響をほとんど受けず、16世紀初期に、最も主導的な活動を行った、ヤーコポ・サンソビーノは、 ブラマンテ風の偉大な様式を表現した。彼の代表作である国立マルチャーナ図書館は、ベネツィアの最も印象的な風景を形成している。ベローナのミケール・サン・ミケーリーは結出した、軍事エンジニアであり、幾分マニエリスムの、特に、パラッツォ・デルテからの影響を受けている。それは年を追うごとに顕著になっていくように見えるが、パラッツォ・ベビラックアのデザインは、 ラファエロの家を基範としたものであるし、マドンナ・ディ・カンパーニャ聖堂のデザインは、テンピエットを基調としたものである。これらを考察する限り、彼は、本質的には常に、ブラマンテの思想に忠実であった。アンドレア・パラーディオもまた、一時的にはマニエリスムに、傾倒した。彼は、ブラマンテとの直接的なつながりは持たなかったが、 ローマ建築とブラマンテの建築を独自に研究し、ウィトルウィウスの比例理論を再構築した。彼の建築手法は、数学的調和を基調とし、対称性を重視するもので、その建築理論は、建築4章に収められている。ビラロトンダやバシリカ・パラディアーナは、彼の考古学的知識とルネサンスの伝統的様式が、見事に混交したものである。 ベネツィアに建設された晩年の傑作3ジョルジョ・マジョーレ聖堂とイルレ・デントーレ聖堂は光の取り入れ方や空間構成は簡素で優しい。マニエリスムの芝居がかった空間とは対照的である。彼の作風は後にパラーディオ主義としてイギリスの建築に大きな影響を及ぼした。楽器が奏でる美しい和音の比例が 建築の美しさをも決定するという概念が、ルネサンス建築を特徴づける要素の一つである。数的秩序によって調和が生まれるという概念は、今日においても理解しやすいものであり、その中には普遍的な要素があると言えるであろう。しかし、ルネサンス時代の比例調和の探求は、さらにルネサンス固有の様相を呈していたことに、注意する必要がある。現代では、一般に、 あるものを美しいと感じるかどうかは人間の認識に依存し美とは極めて主観的なものと認識されている。しかしルネサンスの時代には建築の美というものが単純な整数比に支配された幾何学的な構造によって厳密に定義されると考えられていた。ルネサンス建築において比例による数的秩序は音楽調和に関連付けられているが これは音楽がすでに数学の一分野として学芸として確立されていたことに起因する。音楽の聴覚比例と建築の視覚比例が密接に関連するという考え方は単なる理論にとどまらず実際に建築に応用された。弦の長さが簡単な整数比になるような弦楽器の音を組み合わせると心地よい和音になるという考えは古くから知られており、 特定の整数比を申請しする考え方は、万物の原理が数であるとするピタゴラスにまで遡ることができる。このような調和比について、ウィトルウィウスは、建築についての中で、劇場の設計方法として取り上げていた。ウィトルウィウスが、整数比を劇場という特定の設計においてのみ、語ったのに対し、レオンバッティスタ・アルベルティはこれを、さらに拡張して、2、3、 3,4,1,2,1,3,1,4,8,9という数比を上げ、これが目と耳を喜ばせるものであるとして、建築形態の美や調和が生み出されるという考え方を定義した。これはネオプラトニズムに基づくものであり、建築をより普遍的に記述しようとする意識の表れであった。音楽の調和ピレーが視覚的美を決定するというアルベルティの考え方は、 彫刻、絵画にも規定され、ルネサンスの学者や芸術家たちによって研究された。ウィトルウィウスの述べる調和比例の根本原理は人体に表されているという記述は特に注目され、フランチェスコ・ディ・ジョルジョ・マルティーニ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、そして彼と信仰のあった数学者、ルカパ・チョーリラは人体の比例と数的調和の象徴として、ウィトルウィウス的人体図を称賛した。 アンドレイ・ア・パラーディオも建築4書で同じようなことを記載している。彼が提示した建築比例はアルベルティほど論理的なものではないが、彼の提示した設計図には詳細にわたって建築比例が書き込まれており、より実践的な効果があった。すべての寸法比が理論的に辻褄の合うものではないが、やはりその多くは調和音の比例に基づくものであり、 後世に大きな影響を与えた。ルネサンスがフランス、イギリス、スペインに影響を与えるようになると、これら比例調和の概念も継承され、18世紀半ばまで美の体系として維持された。当時の建築家たちは、このような比例を建築に取り入れることが宇宙の秩序と信じ、絶対視していたのである、ルネサンス建築に、 大きな影響を与えたウィトルウィウスの建築については1415年にポッジョによって再発見されたと言われるが14世紀にはボッカチオが異名をするなど実際にはこの当時よく知られた古典論文の一つであったこの建築論は1432年頃にアルベルティによって詳細に研究され彼自身の建築論によって再構築された オーダーに関する理論はアルベルティによって意味を与えられたが、彼はウィトルウィウスと同じくオーダーを建築に必須の規則とはみなさず、あくまでも客観的な立場で解説したに過ぎなかった。アルベルティが注目したのは人体比例と建築の比例を同一とみなす理論であり、あらゆる比例尺度の根本が 人間の形態であるという思想は宇宙のすべての調和にも通じるルネサンスの比例システムとなった。アルベルティの著作はルネサンス最初の建築書であり、初は写本であったが、1485年には当時発明された活版印刷技術によって広く読まれた。フランチェスコ・マルティーニの市民建築及び軍事建築に関する理論書はアルベルティの論文に かなりの部分を追っている。アントニオ・フィラレーテは、ミラノで、ルネサンス様式の導入を試みた、最初の人物であり、建築論において野蛮な現代風の流儀の放棄を、訴えた。彼の論文に述べられる、理想都市スフォルズインダは、様々な建築を対象に配置した右心的な、都市計画を提唱したヨーロッパ最初の例であるが、 実際に設計したオスペダーレ・マジョーレにも見られる集中形式に対する関心は、ミラノの3サ,サチーロフンドサイドウやミケロッツォが1425年にピストヤにおいて設計したサンタマリア・デル・グラッツィエ制度に刺激されたものであろう。15世紀、16世紀の建築思想に極めて重要な影響を与えたのは、 セバスティアーノ・セルリオが1537年から1551年の間に刊行した建築書である。彼は古典建築の理論を全面的に図式化したため、古典的教養を持たない職人や貴族らに広く受け入れられた。オーダーを5つに高度ード化し、これをラテン語の文法におけるところの4つの活用であると述べるセルリオの語り口は非常に効果的で、 建築の手本としてヨーロッパ中で読まれた。ジャコモ・パロッチ・ダ・ビニオラはオーダーをさらに洗練し、かつ学問的なものとした。初めてオーダーの名称を用いたのも彼である。建築の5つのオーダーは、精密な銅版画と、その注釈及び序文によって構成されるが、様々な建築的課題に対処できる建築原理の体系を確立しようとする彼の努力が、 現れている。建築4章は、アンドレア・パラーディオによる、オーダー、住宅建築、公共建築、神殿の図解や記録であり、古典主義建築家としての生命とも言える。パラーディオのウィトルウィウスに関する知識は、当時一級のものであり、彼は、考古学的側面でだけではなく、独自の解釈をも見出している。パラーディオの比例理論は音階に基づく複雑な、 調和によって成り立っており、それは一室で独立したものではなく、一連の続き部屋にまで適用されている。ウィトルウィウスとローマの遺跡、そしてブラマンテの建築を詳細に研究した、この著作は、イタリアのみならず、ヨーロッパ全土に影響を与え、特にイギリスにおいて、特に重要な衝撃を与えることになった。 これらルネサンス建築論の集大成は1615年に完成したヴィンチェンツ・オスカモッツィの普遍的建築の理念である。これは古代から中世ルネサンスに至る建築に言及したアカデミックな理論書であり、またアルベルティに始まるオーダー理論の集大成として特にイギリスに影響を与えたマニエリスム北イタリアの後期ルネサンス。ありがとうございます。